諸君こんばんは、中学3年生ですね。いよいよ後期まで10日ということになってしまいましたですね。うわー、いよいよクライマックスでございますよ。頑張ってますか？でね、今日はね、直前特訓は3時から来てますから、まあ直前特訓から頑張った方はもう7時間ぐらいね、頑張りましたね。明日も頑張りますよ。それでラストスパートをやってきているとこういうことでございますね。そして、後期の倍率も出ました。ちょっとね偏ってるけどね、桐生はなんであんな人気があるんでしょうかね。太田なんと、太田女子は定員割れですよ。いよいよ太田女子も太田高校も統合というのがね近づいてきたのかもしれませんね。統合した桐生はもうバンバンの大人気ね、1.3 倍ぐらいからある大人気。普通科は多分実質倍率はね 1.5 ぐらい来てますよね。桐生聖王も去年はね、いやそれほど人気なかったんだけどね、今年は超人気ですよ。普通科は多分実質倍率ね結構高いですよね。 1.8 倍ぐらい出てきてるのかもしれませんね。さあそんなことで、でもね諸君、行きたい高校に行くっていうのが受験ですので、そこをねぶち破ってぜひとも頑張ってほしい。まあ今年ね結構桐生方面受けんだよね頑張れ、ね、頑張るしかありません。さあそしてですね、渋い範囲と箱ひげず必ず出ると言われているものでございますね。必ず出ると言われているものなのでちょっと見てみたいと思います。でもね簡単なんです。今日やったけれど、みんなできました。ですのですがもう一回、しっかり、初めて見る方もいるかもしれませんので、出されてると言われているものですね、はい、でも出ても簡単ですから大丈夫、できるできるできるよ。見てみましょう。データがあります。11人の家から学校までの通学時間、これをデータにしました。まあ分でしょうね、8時間かけていかないですよね、8分でしょうね、はい。そして下の表をまとめなさいというので、最小値、第一四分位数、中央値、第二四分位数ですね、第三、そして最大値と、これを取っていきますよということですね。並べ替えます。データ、赤でいきますかね、並べ替えてみますですね。最小値が5かな、そして、7来ました、8が2ついて、10がいて、それから13ですかね、14、16、そして18がいて、20がいて、23かな、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、そうですね、11ですので奇数ですから、2で割ると 5.5、つまり6番目の方が中央値という形になります。上からも下からもね、1、2、3、4、5、6、これですね、13が中央値という形が決定いたしました。第2四分位数ですね。そしてこちら側の5人の中央値、つまり3番目の方、これが第1四分位数という形になります。こちら側の3番目の方、18が第3四分位数となります。最大値は23、最小値、こちらは5という形で、これで箱ひげ図がね書けますね。で四分位範囲と言われたら、第3四分位数から第1四分位数を引けばいいので、10というのが四分位範囲という形です。まあ、適当な箱ひげ図書いちゃうと、ここが10ですね、こいつが18の目盛りで、こっちが8のところですね。で13、こんなところでしょうかね、13というのがこんな形になって、最大値が23で23で、ね、最小値が5みたいな形になっているという、ここはまあこんな、簡単に書けばですよ、こんな箱ひげ図が書けますね。こんな形です。ですのでこのデータが必要で、データをまとめたのが必要だということなんですけど、簡単ですよね。ですのでこれ出ても全然大丈夫ね、はい。それでは直角三角形の合同を使った証明、こちらにちょっと入ってみたいと思います。こちらはちょっと難解ですが頑張っていただければと思いますね。こちらしっかり説明していきたいと思います。正方形があります。そして
一点 C で直線 L がこの正方形と接しています。そして B と B からこの L に向かって垂線を下ろします。90度の線ということですね。そしたらね、 EF という長さが BE、ここの長さと BF を足したものじゃないかなっていう証明をしようということです。ちょっとね、印ついちゃってるんだけど、この2つの三角形の合同を証明して、つまりこれがここに来てこれがここに来るから EF の長さは BE と BF を足したものじゃないかっていう流れに持っていくということであります。だからまずは三角形 BCE と三角形 CFD、これが、あ、ごめんなさい、 CDF がですね、合同だっていうことを証明していきたいなと思ってます。それではちょっとその三角形の合同をまずいきましょう。三角形 BCE、E が直角のところですね。三角形 CDF ですね、 CDF に置いてといきます。で、仮定で、まあ、正方形なので、辺が等しいよっていうのが言えますね。仮定より BC という長さと、それから CD という長さが等しいよ、直角も仮定ですね。角 BEC イコール角、CFD、 これが90度ですよと入れてやってください。これいいですね。そしてこの後なんです。この後でみんなが引っかかってるんだけど、なかなかうまくね解説ができないという場面がここです。この角は平たい角一直線ですから180度ですよね。180度から真ん中に90度の角がいるわけですから、青足すピンクは90度なんです。そうですよね。ではこちらをちょっと見てみましょう。この黄色と青の角を足したら何度になるか、これは三角形 BCE の内角の和、180度からやはり1個が直角なので90度を引いてますよね。つまり青足す黄色は90度ということなんです。さっきは青足すピンクが90度、今度は青足す黄色が90度ということは、実はこの黄色はピンクであって、このピンク同士の角は等しいんだよっていうことが証明できるはずなんです。これを書いてみよう、こういうことですね。で、分かりやすいようにこんな形でいきますかね。角、ごめんなさい、最初三角形なんですね。三角形 BCE の内角の和、内角の和は180度だから、角 BCE と、角、これが EBC というのかな、 EBC は90度ですよというのを3番で持ってきます。それからここ一直線なので、角 ECF は180度だから、角 BCE と EBC、 EBC ときたから FCD ですね、角 FCD です、 FCD は90度ですよと思ってきます。今 BCBC 等しいよね、9090等しいよね。となると、ここの角 EBC と角 FCD が等しくなるよという流れですね。34より角 EBC イコール角 FCD、こんな形で5番を持ってきます。つまり今のピンクイコールピンクを持ってきたんだよというね、 FCD、 そうですね、EBC ピンクイコールピンク、そういうことによって直角三角形だから斜辺と他の一つの A 角が等しいので合同になりますよね。で、1番2番5番目です。125より直角三角形の、直角三角形の斜辺と、斜辺と一つの A 角ですね、一つの A 角
がそれぞれ等しいので、それぞれ等しいので、等しいので三角形、BCE 合同三角形 CDF となりました。合同な図形なんで、はい、イコールが言えますよ。合同な図形の対応する辺、対応する辺は等しいから、等しいからですね、BE と BE とそれがね、CF が等しいですよね。それからもう一つは、EC ですかね、EC と DF が等しいよね、EC と DF、CE と CE と DF が等しいですよね。で、従ってで持ってきちゃっていいんじゃないですか。従って、EF は、EF は何と何を足したものかというと、EC と、CF なんですよね。なので、EC、CE ですね。CE 足す CF なんです。ということは、イコール CE は DF で、CF は BE だから、BE 足す DF になりますよ。こんなような流れで、いけるのではないかなということでございます。いかがでしょう。ちょっと順番変えた方が良かったかもしれないけど、BE プラス DF と、CE プラス CF、これはちょっと逆の方が良かったかな。ここちょっと逆にしとこうか。CF イコール CE としておきましょう。CF 足す CE ね。で、CF が BE で、CE が DF。だから、EF は BE プラス DF になった。さあ、ちょっとだけの対策やりましたよ。ぜひね、これ覚えてもらって、次に、ね、あと10日、ゴーンに使えるようにしたいと思います。ではでは、諸君、明日も頑張りましょう。直前特訓、あるよ。ではね。